トムロフトのレース場と飼育日誌、ハトと一緒に遊びましょう。おはようございます。1月25日火曜日の朝です。おはようございます。ハトさん、おはようございます。今日の1はハイゴマのオス。この鳥は社外があまり飛ばない鳥なので、春レース参加見送りました。鳥としてはね、状態良さそうなんですけども、飛びたがらないのがちょっと難点です。社外を開始しました。今日の天気は快晴、まあ太陽が眩しいです。気温は 0.1 度、氷点下じゃないんですね。今日は冬晴れのいい陽気の朝になりました。風はありません。昨日はちょっと強い北風が吹いてて、社外も危なっかしいなと思ったんですけども、今日は最高の社外日和です。あとは飛び出していつものように北東の位置をぐる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 こう旋回してます。しばらくこのまま飛び続けていそうですね。ただいまの時間7時20分になりました。今日の社外は飛ばないですね。15分経った頃から鳩が降り始めまして、今20分であと半分ぐらいですかね、飛んでるのは。この鳥ももう降りてき始めましたね。今日は降りちゃう、もうじき降りますね。これは降りてきますね。これ降りてきました。今日の社外時間は15分から20分。天気が良くて社外も飛びそうな雰囲気なんですけども、今日はあまり飛んでくれません。訓練明け初社外ということもあるのかもしれませんけども、ちょっと寂しい飛翔時間です。今日の社外時間は15分から20分で鳩が降りてきてしまいましたので、出社口を開けっぱなしにして鳩を自由に厩舎内と外出入りできるようにしてあります。いつもは出社口は社外終わると閉めちゃうんですけども、今日は開けっぱなしで自由社外的な感じで鳩の社外を行ってます。まあ、そのこともありまして鳩が飛んだり降りたりを繰り返してます。一度降りてきた鳩がまた飛び上がって、厩舎の周り飛んでます。全休というわけじゃないですよね。出社口とか入社口を開けてますので、厩舎の中に入ってしまう鳩もいますし、また出てきて飛び上がる鳩もいますし、まあ、そういうことを繰り返しているということになります。長時間連続で飛んでくれれば出社口を開けっぱなしにして社外をする必要もないんですけども、閉めちゃいますと鳩がもう20分か30分経つと入ってきちゃいますんで、やはり外でいる時間が短くなると運動不足になるかなっていう気持ちと、食欲も湧いてこないんじゃないかなっていう気持ちがありますので、そこそこの時間を外で過ごして休み明け給油明けの社外ですけども、お腹が空くような形の行動をとっていきたいと思ってます。はい、しばらく屋根の上で遊ばせて呼び込んで今日の社外を終了します。呼び込もうかなと思って屋上に行き鳩の撮影をしていましたら、鳩が飛び上がりました。今日はずっとこんな感じですね。飛んだり降りたり、それを繰り返してます。長時間飛ぶというわけじゃないですね。これでも多分 2,3 分くるくる回って降りてくるんじゃないかなと思います。楽しそうですよね、鳩ね。軽快で無理やり飛んでるっていうよりは、もう自分から飛びたいなーっていう、そういう気持ちがこう溢れてますね。これはこれでいいなと思うんですけども、飛ぶ時間が短いのはね、どうしたもんでしょうね。まあ、こうやって屋根の上に降りたり飛んだりを繰り返して体調を整えて次の訓練頑張ってほしいなと思います。次の訓練の持ち寄りは木曜日ですから、あさってですよね。もうすぐ
100キロ訓練がスタートします。今日の社外は肩慣らしでしたね。訓練帰ってきて昨日休ませて今日社外再開でちょっと楽させすぎたなという気持ちもありましたけど、今日までは、こんな形で、明日の社外は飛ばなかったら旗を振って強制したいなと思います。日曜日月曜日とちょっと多めの餌だったので、今日から餌の量も少し減らした形、標準的 18g まで戻そうと思ってます。あまり餌の上げ下げで調整すると先々もったなくなっちゃうんですけども、まあ鳥の食欲顔を見ながら餌の量を調整していきたいと思ってます。本日もこのブログにお越しいただきありがとうございました。また次回もお越しいただきたくよろしくお願いします。失礼します。